4月28日発売の BLT 2023年6月号は、日向坂 46.4 期生の正源司陽子、藤島香穂、渡辺里奈が初めて表紙を飾ることが決定した。4月19日発売のナインスシングル、ワンチョイスに収録されている4期生楽曲、シーラカンスで、フロントを務める3人。脇頭グラビアでは、等身大のポップな制服姿でシャボン玉を追いかける様子や、絵の具だらけになりながら1枚の大きなキャンバスに3人で絵を描く姿、夕暮れ時の砂浜でエモーショナルに佇む姿など、青春を謳歌する彼女たちの一瞬を切り取っている。桜坂 46.3 期生からは、山下ひとみ月が2号ぶりに、BLT 2凱旋。初のソログラビアに緊張しながらも、温泉宿や湖など自然豊かで開放的なロケーションの中で、初々しい可愛らしい姿や、満開の桜をバックに儚げな表情を披露している。乃木坂46の5期生をソロで取り下ろす連載、グラビア向上委員会、グラビュアアラモードでは、今富里奈緒が、笑顔をテーマに撮影。マジックアワーと呼ばれる幻想的な雰囲気が漂う時間帯を狙って撮影された、なおの笑顔は必見だ。バル、4月26日にニューシングル、どうしても君が好きだ、を発売する AKB48 からは、クラノオ成美が登場。クラノオが所属するチーム8は、4月30日のライブ、AKB48 チーム8春の総決算祭り9年間の軌跡、をもって活動を休止することが発表されている。大きなターニングポイントを迎えるクラノオを、旅館や海でセンチメンタルなグラビアで切り取るとともに、現在の心境をたっぷりと聞いた。STU48 からは、発売中のシングル、息をする心、では選抜メンバーに入り、7月からは、ZIP。日本テレビ系の ZIP ファミリー広島に加わるなど、個人としての活躍の幅も広げている甲斐ココアが登場。10代最後の1年、20歳目前の貴重な一瞬を、山口県柳井市の白壁の街並みや港、海を舞台に、エモーショナルな雰囲気で撮影した。さらに、私立恵比寿中学の連載、AB クラブ、ヘビクラブ、には真山里香、中山里子、桜木ココナ、中村優奈が登場。加入時期の異なる4人が、金剛で記念すべき100回目を迎える本連載について、これまでの振り返りや、今後挑戦してみたいことなどを語り合う。バル、また、シャープババババンビ、シャープ 2i2、シャープヨーヨーヨーに続く第4のアイドルグループとして01ファミリアからデビューする、シャープモーベ、シャープムーブが本誌初登場。5月5日に開催される2023年シャープモーベお披露目デビューライブザ・ムーブメントファーストエビスリキッドルーム直前にメンバーである石原咲、姫野ひなの、中本こまり、赤間式の4人の魅力に迫るべくグラビアに加えグループトークや個人インタビューなどボリューム満点で届ける。バル、さらに、自身が声優として出演するテレビアニメ、レッドマウントデスプレイ、東京 MX 他のエンディングテーマにもなっている、イレブンスシングル、アイオライト、を4月19日に発売するミナセイノリや、ディエラメンバーのソログラビア連続企画には、若菜式役の大熊若菜と、声優やアーティストと多方面で活躍する2人が登場。今年3月に約12年間にわたって在籍した AKB48 から卒業した武藤トムは、春の海辺で撮影された水着グラビアを披露。久しぶりの登場となった本誌で見せた、大人の女性らしい魅力的な姿に期待が高まる。